れ様です、本日は10月28日17時のコイン月光ですけども、タイトル帰ってきたビットコインですね。一体何が帰ってきたのかなってことですけども、まあ、ビットコインというよりも暗号通貨業界のマーケット規模が、まあ、帰ってきつつあるかなというところです。はい、ピンときた方よく私の放送を見てくださってます。まずいつも通り上場コインからお話していきましょう。上場したコインが1万5000飛んで28、取引所の数が1141コイン月光では扱われております。次ですね、時価総額が371兆円。ついに私がコイン月光の暗号通貨マーケット、安くて370兆、まあ高くて430兆、まあ、平均で400兆というね、マーケット規模、上下60ピップスのこの規模にやっと入りました。何ヶ月ぶり、半年ぶりぐらいですね。はい、今年初めの頃の水準に戻ってきたってことになります。でもやっと低水準に入ったってだけですからね、よかったよかったとはなりません。まあしかしご無沙汰でした。370兆円という形でやっと370兆に入ってきたかなと。ここから暗号通貨マーケット400兆円目指して高騰していってくれるといいんですけどもね。はい、ビットコインのドミネーションは 55.8%、 イーサリアムが 12.5% と、これは改めてここでバランスしたかもしれませんね。ビットコインが 55% 下回らないようなドミネーション、イーサリアムが 12% 前後でこのまま推移していって2番手という形になるかもしれません。さあ、個別銘柄見ていきましょう。ビットコイン1000万トンで47万8000ということで、まあなかなかの水準に戻ってきましたね。でイーサリアムは40万全然超えないんですよ、だからイーサリアムはねちょっとこう低成長ということになるかもしれないですね。リップルは単独で動きを見せてるんですけども、80円前後が今日も維持されています。はい、カルダノ 51.55 円、これはこれから期待できるんじゃないですか。結構ねカルダノのプロジェクトの方でも、まあ、大きな、なんかイベントがねボンボンとあるみたいですし、カルダノがここからね55円というか60円とかね80円とか向かってくれという願望でございます、ね、そこまではとても急にはいかないと思いますけども、まあ、体のにいいニュースが増えればじゃあ今のうちに買っとくかっていう風なね投資家さんが集まってきて結果本当に上がるっていう流れになりますんで、体のよいしょ、これからもしていこうと思います。はい、ついでに芝行ってみましょうか、うん、0.003 ぐらいになるとねいいんですけどもね、まあ悪い金額ではありません。全員含み益取ってると思いますし、まあ利確された方はね全員利益を確定してめでたしめでたしになってると思います。芝居のね、はい、まあちょっと離れたところから見守っていきましょう。はい、ということでね、今回は久しぶりに371兆円以上のマーケットに戻ってきたというそんな放送になります。それでは